皆さんこんにちは、岸田です。よろしくお願いいたします。てことでアレスターでございます。はい、じゃあ先に言っておきましょう。今回この動画ではですね、アレスターの、適正キャラ予想していくんですけれども、まあね、25日土曜日の19時から、アレスター霊絶4つ目が、降臨しまして、ね、まだギミックが出てないんですよ。なんですが、まあ大体ね、俺がいつもね、霊絶とか豪絶とかのギミック予想をするとですね、動画上がる直前、もしくは動画上がった後みたいなタイミングでね、ギミックがもう発表されてるよってタイミングで動画を上げることがすごい多いんですよ。はい、なので私がこの動画撮ったってことは、おそらく今日か明日、ギミックが出るんじゃないかなと思っております。で、私まだギミックが出ていないという状況でこの予想を撮っておりますので、もうあと数時間もしくは数日待てば、ギミック普通に出ますので、はい、この動画というよりは、そのギミックを見てからね、予想した方が、価値があると思いますので、そこはお気をつけくださいってところですね。ただね、なんでじゃあお前学ばないでいつもこのタイミングで動画撮ってんだって話なんですけど、あのね、ギミック出てない時のギミック予想の方が面白いんですよ。わかる？ギミック出てない時の予想が面白いんですよ。で、出たら答え合わせなんですよ。そう。でも答え出てるから予想するっていうのも、俺それも好きよ。それも、あ、こいつやばそうだね、みたいに言うの好きなんですけど、どっちかというとこっちの方が好きだから、まあ、出てないならこっちでやろうよっていう話をして、今回は撮っていこうと思います。はい、じゃあ前提。新ギミックきますね。はい、こちら。激写反撃モードというものがきますと。はい。で、なんか、なんて言えばいいんだろうな、リクエストとか出てくるような回転パネルみたいな感じで、赤い方と青い方で、今回色しかないですね、剣とか盾とかのは書いてなくて、赤い方と青い方があるような円が半分ずつね、赤と青に分かれている円が、ある丸がついている激襲反撃モードというギミックが出てきますと。はい、でこれなんですけれども、赤と青があるよね、反射タイプで赤に触れた時、貫通タイプで青に触れた時ですね、その自分の激襲に対応した方の色に触れた時に敵から反撃を受けるというギミックになっております。多分、まあ言い方的にまず回らないと思います。回る時は多分回るって言ってくると思うので、おそらく回るギミックじゃないんじゃない。だから上側半分が赤で下側半分が青って決められたら、もうその固定になってると思うし、もしくはこの左で分けら左右で分けられてることもあるし、逆に斜めとかでね、右上左下みたいに分けられてる可能性もあるっていう、ここは来てみないと分かんないところになるんですけど、まあそういう感じになるのかなっていうところと、あと自分の激襲に対応していない方に触れた場合に関しては、おそらく反撃がないだけだと思いますね。その反撃の威力が強い方弱い方とかではなくて、反撃されるされないで分けられてると思うので、だから食らいたくないなら反射タイプで青い方を踏むっていうのが重要になってきたりするのかなっていう認識で合っていると思います。はい、じゃあ次に大事なのが、まず反撃が来るか来ないかっていうのは、そこでね、自分の打ち方ってところで、コントロールするようなギミックになると思うんですけれども、何が来るかですよね。はい、反撃も避けなきゃいけない。例えば敵から痛い攻撃が飛んでくるなら、反撃を出さないようにしようって方で当たっていかなきゃいけないんだけど、あ、やってくる反撃が回復爆発とか、はい、あとは全体攻撃アップとか、はい、全体防御アップとか、うん、敵の攻撃ダウン、敵の防御ダウンとか、そういうこともやってきたりすることがありますよね。はい、なのでもしかすると、時と場合によっては敵の反撃を受けながら、攻略していくっていうのも必要になる可能性があるんですよね。だそれがね、ごちゃついたらいっちゃめんどくせえなと思ってる。うん、こいつは反撃もらう敵、こいつは反撃もらっちゃいけない敵、でこいつは、回復してくれるから反撃もらう方で、だから反射タイプだから、もらうから赤の方当たろう。じゃあここにいたやつに関しては回復、あ、じゃあこいつは攻撃めっちゃ痛いやつだったら、こいつの反撃はもらうけどこいつは反撃もらいたくないみたいな、だこっちは赤で踏むけどこっちは青で踏む、ごちゃごちゃ、これね一番やばい。だから統一してほしいなとは思うね。うん、やってる感じ、まあだから敵によってさ、何やってくるかって大体わかるじゃん。天使に反撃みたいなのついたらさ、あ、反撃で回復だなみたいになるじゃん。そうだったらいいと思うんだけど、その同じ敵ではやってこないと思うけど、よくわかんない敵に3種類とか出てきて、全員が全員反撃はこいつ受けていい、こいつ受けちゃダメみたいになってる、ちょっとわかりづらいかなと思ったんで、そこも難しさに直結するかなと思うんですよね。やっぱね、霊術って集中力使うんで、一個一個考えることが多いクエストって、まず難しさにつながっちゃったりすることが多いんですよね。普通に元気な時に一発目に考えたら単純なギミックってなっても、一つのクエストをやっぱ長くやってると、どうしてもね、そういう考える1ショット1ショットに神経使うステージになってくると疲れちゃうんだよな。うん、俺だけかもしれないですけど、俺大体ね、集中力持って4分なんで、うん、まあ、大体ボス1行かないまでに
もう霊絶とかは多分2マップ目とかで集中力が切れるんですけど、うん、だからそういう複雑なじゃないといいなと。おじいちゃんにも優しいね、モンストロ人にも優しいようなねギミックになってるといいなとは思いつつ、ちょっと面白そうだなっていうのもある感じですね。はい、もう新ギミックのことだけで結構深掘りできちゃうぐらい今回割と面白そうとは思いましたね。ただこれが反射だとね、やっぱ入れ版のせいでダメージ受けちゃったりとかいうね不快感につながっちゃったりするんで、そこはコントロールとして難しいところではあるかもしれないね。はい、ではいつもの予想通りですね、誰か一体キャラを一体ポーンと軸として置きまして、その軸の周りのギミック、同じ対応してるやつっていうのを集めてギミック予想させていただこうと思います。で今回3パターン用意してます。2パターン目まではね、もう多分世間でも多分ここだろうって言われてると思う、うん、けど3つ目、あ、まあ、全部言われてます、全部言われてるんですけど、そこを細かく見ていこうねっていうお話でございます。ゲーム画面いきます。ではまあ1体目でございます。1体目軸になりますのはミロクでございます。はい、まあここにもね今すでに映っていると思うんですけど、ではどういうギミック来るのかってところなんですけど、ここです。飛行をワープ、ドン。私はここなんじゃないかなと思っておりますと。はい、飛行ワープになりますね。はい、じゃあまずミロク見てみましょうか。はい、ドン。こんな感じ。まあもともとスペック高いですね。高ステータスもらって超バランス型に加えてコネクト満たせれば非属性キラーが、手に入ると。はい、いや今回のクエストにね、このミロクってキャラクターほどね合ってるキャラクターが他にあんまりいないんですよね。はい、これがすごい強そうだなと俺は思っております。はい、じゃあミロクを接待したらどんなクエストになっちまうかって話なんですけれども、まあ、まず1回飛行の部分は置いときまして、まあ、ワープの部分は超ワープでしょ。で超ワープ非属性キラーってなる。で飛行ワープ新ギミックだけだと、まあ、結構ね単純なギミックになってしまいますので、ワープ無視していけるとかをひたすらぶっ潰しに来ると思うんですよね。ギミックが少ないから、その出るギミックっていうのをちゃんと量を増やして無視できないようにしようっていう立ち回りになってくると思うんですよ、相手側から。はい、なので、まあ、そこをワープの量を増やして対応してきたりしたら、もう超ワープとんでもないことになっちゃうよね。はい、ってところで1個期待なのと、で今回反撃あるでしょ。はい、この反撃がまあ、レーザーとかね、まあ、いろんな敵の攻撃があると思うんですけれども、まあ、大体雑魚の反撃っていうと属性攻撃になることが多いので、そこを非属性耐性で防いだりとか、はい、あとはまあ仮に敵の攻撃を反撃中どうしても食らっちゃったよと、ヒットポイントやばいなみたいになった時にも回復アビリティがあるので、そこをまあ叶うことができるっていうのと、うん、まあ強いかな。で仮に相手が毒フレアとかやってきたりとか、まあ、毒攻撃とかやってきても一応レジストがあったりするんで、ここでそれを防ぐことができる。だからミロクだけその反撃の状態異常を無効化しながらいけるよみたいなね。それが混乱とかもう結構えぐい状態異常になってくるんだら、もうミロク本当一強レベルで強いと思いますので、まあ、ミロクは集中して見といていいのかなっていうところでございます。はい、じゃあなんで今回飛行ワープにしたんだと。うん、飛行じゃなくて、まあ、普通にワープブロックでもいいし、地雷ワープブロックでもいいよねっていう意見も俺分かるんですけど、今回飛行をワープブロックにするとですね、まあちょっと少ないんですよ。まあ冷徹だったらここまでやってもいいかなと俺は思っているんですけど、まあ、ブロックは対応してたら楽だけど、対応最悪してなくてもいいよぐらいまで俺は広げたい。はい、なので飛行ワープっていうようなブロックは必須じゃないよっていうね、扱いにさせていただいておりますと。はい、じゃあ飛行ってところがすごい重要になってくるんですよ。はい、ミロク接待するときにどうしますかって言ったときに、まあほとんどの人が空域と。はい、空域っていうのは、飛行じゃないといけない。飛行だと無効にできるけど、飛行じゃなくて埋水だと無効にできないっていうものになってくるんですよね。うん、で、飛行埋水じゃなくてもう飛行接待すると。はい、まあ、正直飛行って介護官なんですよね。埋水は地雷拾えて飛行は避けるだけと、もうバカにしてんのかと、はい、いう感じなんですけれども、その飛行を唯一接待してくれたギミックが空域というギミック。まあ、過去に解明獣とか光の冒険戦に出てきたことがあるんですけど、はい、まあめっちゃ少ないです、出てきた回数、はい、っていうのがありますと。はい、なのでそれをもう一回持ってくるって感じなんだけど、違います空域ないです今回。はい、で空域は紋章で、なんか攻撃ダウンするんだっけ。空域ってスピードダウンか攻撃ダウンするんだけど、だからそれを無効にする紋章をつければその紋章で全部無効化できちゃうんですよね。はい、で霊術に関しては紋章が封印されてるので空域対策ができないんですよ、紋章で。だからちゃんと飛行の素浴びに飛行を持ってるやつを連れてかなきゃいけないっていうステージになっちゃうんですよね。はい、なんですけど空域じゃないです。はい、空域違う、うん、もう空域っていうギミックがあんまりかっこよくない。あ、それがさ、なんか空飛んでるような敵みたいなのとか、
だ今回みたいにギルティみたいなのがさ敵で出てくるとかだったら空気めっちゃ似合うんだけど、俺どうしてもこのアレスターっていう敵、もうイラスト出てるじゃないですか、空域がマジ似合わないなって思っちゃったんですよね。はい、似合うとしたら、まあ、頭がヘリポートなんで、あのアレスターに関しては、まあ、そこがヘリコプター止まりましたよっていう意味でその空域につなげるだったら、まあ、無理やりつなげることはできるんですが、あまりにもイラストと空域が似合わないなと思って、俺は出てほしくないまであると思ってる。じゃあお前飛行どうやって接待するの。これはね、過去に私のコメント欄に天才がおりまして、地雷で対応するんですよ。これどういうことかと。いやお前どういうことって。いやいや、地雷出したら飛行は拾えないだけだから、しかも枚数いけちゃうよね。そうなんですよ。違う違う、これ違う、枚数ダメなんですよ。あ、そもそも踏んだら死にますと。まず、あ、じゃあ飛行か枚数になきゃいけないねっていうのは前提で、はい、え、じゃあ枚数で回収して倍率上げた方がいいじゃねえかと。違う、これも違う。うん、どういうことかっていうと、地雷倍率がとんでもない倍率かけられてる敵が、雑魚として出てきますと。はい、でそいつに地雷持って当たったら、まあ、地雷倍率めっちゃかかってるから、地雷1個持ってポンだったらそれ倒しちゃうよね。こいつ倒したら即死ですみたいな。これね、俺マジ天才だと思ったね。はい、だから枚数のキャラが動くと地雷バーン巻かれるでしょ。で地雷巻かれてそれ拾ってそいつ殴る、そいつ倒す、死ぬんですよ。飛行どうすか。地雷拾わないじゃん、避けるから。はい、なんでそいつにポンポンってなっても地雷倍率持ってないから、そいつは倒せない。だから即死のやつを倒さないで済むみたいな。これこれはね、俺前にコメントできた時に、ああなるほどねと。飛行と枚数で飛行の方が強いっていうのにするにはそういう方法もあるのかって思ったね。うん、ただね、これも一つだけ弱点がありまして、最初から飛行のパーティーとかで行った場合、え、この敵マジ何みたいな、え、なんでここいるのみたいな。だからその結局さ、地雷持ってそいつを倒さないとその敵がどういうことをしてくるのかってわからないまま進んでっちゃうじゃないですか。はい、なんで結構そのクエストのギミックとしてそいつが出てきたことに理解するのにちょっと時間かかるんですよ。でモンストってちゃんと考えれば意外と理解すぐできるようなギミックが多いんだけど、それに関してはちょっとね、連れていくキャラが枚数じゃないと理解できないっていう風になっちゃうんで、ちょっと難しいかなとも思うんですよね。なんで、まあ、そこがちょっと引っかかるぐらいで、それ以外はもう条件として完璧かなと、飛行接待にしてはね。はい、なんで、まあ、それが出てきます。はい、なんで、それゆえの飛行ワープでございます。もうなおさら強いね。もう枚数に敵がいなくなった時の魅力なんてもう最強キャラなんだから、めちゃくちゃ強いんじゃないかなという風に思います。で地雷も結局起爆ターンがさ15ターンとかに用意されてれば結局拾わないで死ぬみたいなこともないですし、まあ、それもすごいいいことだと俺は思うんですよね。はい、で仮に反撃とかでここでね防御力アップとか敵化しちゃうよってなったとしても、この魅力の防御弾ブラストでそれ塗り替えたりとか、まあ、そういうところでも使い道があったりするんで、まあ、何回考えてもちょっと魅力強そうだなと、思いましたね。はい、じゃあ他にいけるキャラ一体紹介していきます。はい、ナナミン、ナナミでございますと。まあ新重心化がまあちょこちょこ活躍はね見せてくれている時代にもなってきてますし、ナナミ、一応ファイトで終わったと俺は思っているんですけれども、ここでまた顔を出してもおかしくはないかなというところですね。はい、でまあ味方に触れると1体つき攻撃力 5% アップ、これも高難易度になってファーストキラー乗ってきたらバカにならない威力になりますし、紋章とかがね反映されない以上やっぱ攻撃力を上げたりする要素っていうのが、まあ、自分の手前の準備としてスポットとかぐらいでしか、盛ることができないので、この純粋にアシストスキルの同撃 L と同じ効果 この攻撃力3000アップ、これ雑に強いっすよ。多分これマジで高難易度の3000アップマジ雑に強い、本当に。これもめちゃくちゃ大きいんじゃないかなと思ってますね。これも大きいと思うよ、本当。なんでまあなんだかんだナナミの性能って自体も今回の俺のイメージしてるクエストで言うと結構強いんですけれども、それ以上にやっぱりこのね攻撃力3000アップとか入れるだけでってもらえる恩恵ってところがすごい強いかなと思いまして、まあここ来たらバッチリ活躍はしてくれるかなってところ。はい、3体目スザン。はい、まあ、スズランも飛行の中では今回の、クエストにめちゃくちゃ合ってるんですよね。でさっき敵の反撃で状態異常が来たら魅力が状態異常レジストで弾けるよって言ってわざわざ状態異常の話をしたのはここに繋がるからですね。スズランも魅力同様に、耐性、しっかり持ってきておりまして、超アンチワープの超バラ、はい、からの弱点キラーがありますので、まあ、魅力には及ばないけれども、近い火力を出すことができる、まあ、すでに攻撃力7000ぐらい差ついちゃってるんで、
はい、魅力ほどではないですけど、それ同様の倍率を出すことができるっていうキャラクターですね。はい、で状態異常回復まで持っていますので、まあ本当に貫通版の魅力と同じようなあの役割っていうのがその反撃云々のところではできたりするんじゃないかなっていう、キャラですね。はい、なんでスズランも結構ね、重心が下位で使うんであればめちゃくちゃ強いんじゃないかなというふうに思っておりますと。はい、で次はこの辺かな。はい、プルメリア、うん、こちらも、飛行ワープになりますね。はい、でまあ長バラからの、まあ、こいつが強いところで言うとやっぱり遅延の部分、まあ高難易度でしか刺さらないような性能をしてるんですよ、ほとんど。うん、そのやっぱ友情コンボで火力がある友情っていうのもないですし、特別大きなキラーがあるってわけでもないんだけども、パワーフィールドと攻防アップってところも今回すごい強いと思うし、やっぱ遅延がね、前回のアジテーターでいうバルムンクみたいな役割として活躍してくれたりもする可能性がありますので、いやあって全然おかしくないかなと思ってます。はい、だってあのバルムンクですらやっぱりね、あの遅延での自強化の部分と、友情のサポートって部分であんだけ大きく活躍してましたから、それがね今回の、アレスターにおいてはそのバルムンクと同じ役割をプルメリアがこなすっていうのも絶対ある、マジであるっすね。ただまあセスラン同族なんでね、ちょっとコネクトの関係は気をつけたいですけれども、まあ、十分あってもおかしくないところでございますと。はい、ではここやっときました。はい、空域だったらカスなんですよ。空域って素浴びに飛行を持ってないと、デバフ受けちゃうんですよ。はい、でこれ立体起動装置はゲージにあるんですけど、これの中に飛行入ってます。はい、なんで地雷を避けて、地雷は拾わない。なんで、ここに来てやっとジャンコニがワンチャンあるんじゃないかなってところでございますね。まあ、他に比べて火力が高いと言われたらそうでもないですし、アンチワープが超アンチワープでもない、超バランス型でもない、うん、でストライクショットがめっちゃ強いかって言われるとそうでもない、うん、そんなかも。はい、ってな感じでございます。1個目の軸、魅力軸、まあ、こんな感じですね。はい、でこの魅力軸の、説得力をもう1個上げるのであれば、この後ねワンチャンノアが入ってこれる場所なんですよね。今のノアのアビリティってこちら、こちら MV だ、こっち、まあどっちも変わんないですけど、はい、これです。これはさ間違いなく強くなるじゃん。飛行ワープが外れることなんて絶対ないじゃん。うん、今のこのノアじゃないよ。重心化回避したらノアってどうなるのってなった時に、超バランス型の飛行を持ち、多分超ワープぐらいまでもらえると思うんですよね。はい、で加速も、今自分で持ってる強い部分になりますから、おそらくなくならないってことを考えると、高難易度で活躍する要素っていうのをもう根こそぎ持ってきてくれているんじゃないかなと。はい、魅力軸で今俺が話した内容のクエストが来るんであれば、ノアほどサポート火力両方に特化してるようなキャラっていなくなると思うんですよね。はい、なので、まあ、この後ノアが入ってくる余地があるってことで、まあアレスター降臨しました、魅力とか初回でバチバチ言わせました、ちょっと加速欲しいなとか、はい、ちょっと貫通側のアタッカーが足りないかなみたいなところをノアが全てカバーしてくれるみたいな、後まで読んだ予想になっております。いやこれはね、まあ俺自身が結構今回魅力がハマってほしいと思ってる派なんで、マジでここ来てほしいと思ってるんですけど、可能性としては俺ギミック2パターン目の予想の方があるかなとは思ってますね。うん、ただまあナナミとかその新重心化の価値を上げるって意味を込めてあると思うんだけどな、ここな。いやここが一番平和来たら、そのキャラがいなすぎるってこともないですし、いたらいたなりにそれなりに強キャラが揃ってるんで、全体的にみんな戦えるって人が多いと思うんですよね。適正キャラがゼロっていう人がちょっと少ないかなっていうところでもあるから、まあここが来てくれるのは嬉しいとこではある。でこれにねワープブロックで飛行いらないとかなってくると、まだちょっと他に結構なキャラ入ってきちゃうんですよ、ワープブロックってなるとね。はい、でこれじゃあちょっとマイスにしてみようか。はい、もうこれやばいっす、やばいっす、もうこんなんいますから。うん、もうダメダメ、地雷拾うやつはダメ、地雷拾うやつデッキにしないとそもそもこれは成り立たないので、まあ、さっきのギミックっていうのがもう間違いなく来るっていう前提の話になってしまいますね。はい、正直そのさ地雷で倒しちゃいけない敵っていうのは避けるならワタツミとかの超強さなんだけど、逆にそれは裏攻略みたいな感じで面白いかなとも思ってるし、うん、そこはあってもいいかなとは思ってるんだけど、まあ基本的には、飛行のキャラクターっていうのを今回設定してほしい。では次ギミック2つ目、まあこうでしょうね。で私はここにプラス貫通を入れますと。はい、軸になるキャラはですね、ドン、タローマティタローマティですね。はい、今までの霊絶での共通点っていうのをよく予想でね、ライブとかでお話しすることが多いんですけれども、まあ今まで適正になったやつはやっぱり新重心化がね、いた、まあ、それはねアジテーターの時に少しだけ崩れたのかな、はい、新重心化じゃないやつねが上がったりしたりとか。ただ共通してるのが
基本的に適正のうち、まあ、それが最適とは言いませんが、適正キャラが降臨した時に引ける、これな、降臨した時に引ける、もしくは直近で開催されたガチャのやつが入る、まあ、どっちかなんですよ、はい、でこれがねやばくて、まあ、直近で、まあ、政宗とかもね、新春鳥獣でボーン引けたりとか、はい、でフォーさんに関してもマギアでしたよね、はい、でアジテータに関しては禁止編が、まあ、その直近の新イベガチャで、引くことができたっていうキャラでございます、はい、で今回に関しては新ガチャタロマティ、はい、タロちゃんですね。まあ未開もね、私、見せていただいたんですけれども、タローマティを使って、だからタローマティを引いて未開が楽になってるのかと思ってたんですよ、俺は。俺はその未開たどり着いてないんで、まだ使えてないんですけれども、そこでタローマティどうなのって言ったら、まあ使う人は使うかもぐらいって言ってた。うん、だからオリビアとかの方がなんか強いって聞いたんですよ。まあ人によるかもしれないですけどね。はい、なので、まあ俺もまあそのクエストやってないから確信は得られないんですけど、まあ未開で終わった感はないですって言ってた。はい、からワンチャンまたもう一個あってもおかしくないのかなと。でキラーが全部使われてるわけじゃないらしいんですよね。うん、なんで、タロマティここを軸にするのはありなのかなというふうに思いました。はい、でまあ今回のクエスト、まあ、どういうクエストになるかは分かりませんが、まあその反撃っていうのは発動してみたいなクエストになるんであれば、まあ必然的にスピードは必要になってくると思いますので、スピードが立って部分と、このバブリーギフトの部分で、スピードの部分は全てカバーできているかなっていうところですね。まあ、正直こいつがハマったってなったらどういうハマり方するんだろうとはなっちゃうんですけれども、重力魔法陣転送貫通のところがあまりにも説得力のあるキャラが多いんですよね。他見てみましょう。ニャルラトホテル、はい、直近の、重心化回した工場キャラの中でもまあず抜けてスペック高いキャラクターですね。ニャルはね本当にスペック高いね。何回使ってもやっぱ強ってなるもんね。うん、特にやっぱ SS の部分だったりね、めちゃくちゃ強いなというふうに感じました。ただ今回例えば雑魚敵いてボスがいるとかなった時に、雑魚敵が反撃で攻撃アップしてくるから、まず雑魚敵の撃襲反撃モードバーン発動して反撃もらって攻撃アップからのボス、これこういう工程のそのなんかボスを殴るっていうのに行くまでに何か一つ手順をどっかで踏まなきゃいけないみたいなのがすっげー苦手なんですよ、ニャルラトホテルって。うん、ランダがやっぱ1回目当たったやつにバッと張り付いちゃうから、自強化とかだったらさ手順踏んではいボスってやればいいんだけど、ニャラトーテプに関してはボス直行の SS を持ってるんで、そのどっかで手順を1回踏んでなんか敵を違うやつ触れてからとかいうクエストがすごい苦手なんですよね。だからそこが心配なぐらいで、それ以外に関してはもうめっちゃ強い。うん、超バラパワーオーラでフィールドでしょ、めちゃくちゃよ。うん、パーフィン発動した時のネアラトホテプの殴りはマジ原点届きうるから、マジで強いと思っています。はい、なので、まあ、重力魔法陣転送っていうギミックで来るんであれば、もうがっつり、活躍できる貫通タイプ側にはなってくるんじゃないかなというふうに思います。うん、めっちゃ強いだろうね。あとはだからその SS 問題ってところだけ解決さえしてくれればめちゃくちゃ強いのは間違いないと思いますと。はい、でさらにそこの説得力を上げますのがこちらアジテーター。はい、私ねまだね新重心化できておりません。はい、なのでマジでここ来ないでほしいんですよ。まあ正直このもうアレスターのギミックとかを、あ、そろそろアレスターのギミック考えないとなーってなる前にアジテータ一回来てたんですよ。でその降臨はフルで俺ちょっと仕事やってきなかったんですけど、タイムシフトでギリギリ落球いやアジテーターはでも初回以降タイムシフトしかできないんですよね。もう本当に俺アジテーターに避けられてて、で、まあ、一問やったりとかね、まあ、いろいろちょっと予定があったりして、アジデータやってないんですけど、でもシフトは結構ちゃんとやってるんですよ。うん。で、一般の人だったら、まあ、15ドルぐらいしてるかなぐらいの時間やってんのに、普通に負けて9ドルです。言い訳の余地なし。普通に負け続け9ドル。まあ、シフトしかやってないといえど、あまりにも苦手。そして、あまりにもクエストが好きじゃない。ああ、なので、やる気が出ないんですよね。シフトとかも1時間パン始めんじゃん。最初の2回さ、なんか適当に打ってたら、適当に打ってたのが悪いんですけど、適当には打ってない。ちゃんと打って、ミスって、時計がビーッつってね、時計の方にレーザー来てね、配信だーって、なんでこのクソ食えって。で、やめてます。はい。なんで、もう本当にやってないんですよね。まあ、アレスターがあったからといって、よし、じゃあ勝とうってなったから、勝てるかって言われるとそんなことはないんですけど、まあ、とにかくアジテーターがいないんですよ。だから来ないでほしい。まずぜひここ来ないでほしいんだけど、めちゃくちゃ強そうなんですよね。はい。じゃあ一つずついってきます。まず、蝶バラ。はい、文句ないね。うん。で、
16魔法神転送というギミックが仮に来たとしても、これ超枚数なので地雷の倍率も最初の4ヒットまで使うことができる。まあこれもマウント取れるね、この時点でね。で回復、最初ミロ君の時にも話しましたが、敵からの反撃がある以上火ダメが大きくてきついみたいになることも全然あると思っているんですよね。はい、なのでそこが回復で補えるっていうのはめちゃくちゃ大きいのと、これ何もちょっとスキル3体以上の敵に触れると一定期間防御力が 25% アップ。もうこんなん反撃来るじゃんねえ、反撃来るじゃん、反撃来るじゃん、反撃カットしなきゃいけないからついてるじゃんねえ、どう思います？これアシストスキル、ボスマップで SS が満タン状態だと攻撃力が 10% アップ。もう弱いわけないじゃん、攻撃力上がんのやだってなんないんだから、基本モンスターやってて。もうこれ強いって、これショットスキルがもう匂わせパラダイス、もうやばいよねこれね。うん、もう反撃痛いから防御力上げてねって言ってるもん。もうずるいじゃんこれね。で SS 見てよ、見てあげて、スピードとパワーがアップ、まあ、ここは許せる、うん、ここ許せないやついないと思う。はい、アンド停止後に触れた全ての味方に巨大バリアを付与、攻撃来るじゃん反撃防げるじゃん、これダメじゃん普通に。いやだから俺が思ってるのは、敵が反撃で攻撃ダウン爆発とかやってほしい。どうどう、バリア展開してるじゃん、攻撃アップ受けれないじゃん、カスキャラじゃん。ぜひそれでやってほしいですね。はい、マジでそうしてほしい。攻撃アップとか、うん、絶対してほしい。うん、だバリア展開してるやつには何もあげないでほしい。この巨大バリアだけは普通に相手から火ダメージが大きいから反撃を受けたくないっていう純粋なクエストになってきちゃったらガチ強いこれ強いっしょマジで。アルビーちゃんのイラプション酒みたいな感じっすよ、もう初回から。いやこれはマジで強いので、マジでバフにしてくれ。うん、アジテーター省いてほしい。でこれはね、賛否両論あると思うよ。俺みたいにちょっとアジテーター勝ててないとか、うん、もう急ドローとかで終わっちゃってて新重心化できてないって人に関してはもう本当に、なんでアジテーター適正なのってなるし、うん、アジテーター勝ってる人は、まあ、アジテーター普通に使えるからねめっちゃいいと思うんだけど、だからここもなんかあるよね、諸説ある。その霊絶のクエストに霊絶が適正っていうのはいいのかっていう話、うん、まあでも俺はそれね全然気にしないんで、もう適正なら適正でもうバチバチやってほしいし、まあ結局ねアシストスキルとかショットスキルの部分でこいつが欲しいってなったとしてもフレンドで1体連れていけるのは間違いないと思いますから、カシモはできないけどね。はい、なのでまあそんなに大きいダメージは受けないかなとは思っているものの、やっぱ自陣に1本組めるって安心感が欲しいよね、自分で作れててね。はい、なのでまあちょっとそこはね、残念ではありますけれども、今回アジテーターが適正になった場合は私はおそらく2時間プラスタイムシフト1時間全敗、する可能性もございますというところですね。はい、アジテーターでございましたと。はい、でまあオリビエ、うん、オリビエですね。まあこいつもずっと我慢しましたから、はい、鋼の錬金術師のね終わってからのどんどん評価上げていく感じ、まあほぼエルのおかげですけど、はい、あれがまあやっぱ流れとしてはありますし、うん、ここがハマったりしたらめちゃくちゃ強いのはもう間違いないと思いますと。うん、まあボスがどれぐらい GB 張ってるかによって活躍度とかも変わってくるとは思うんですけれども、まあ長バラからのこれと、バフ系なんであればね、そのバフ受けた後にバチコンの SS だったりとかもあったりするし、それこそねあのフォーサーみたいに触れた敵が多いほどみたいになったら強制的にやっぱ反撃とかを受けていかなきゃいけないステージになりますし、まあどうなんでしょうね、そこはちょっと分かんないですけど、めちゃくちゃ活躍するのは間違いないと思います。今回紹介した中でも結構トップティアの火力出す系の組ではありますね。はい、では重力走れなくなるんで、まあ絶対必須ですよね。で転送壁、まあ基本的に今のギミックの出方すると結構必須になることが多いんですけれども、魔法陣に関しては別に対応しなくても死なないじゃんってなるよね。はい、そこまで入れるとですね、まあ割と世界広がりまして、やべえの入ってきますと。ギルティ、俺ね、ギルティはね、来てもおかしくないと思ってる。やっぱりね、運営のお気に入りっていうか、一回お前ハマってるじゃん、おとなしくしとけよみたいなやつも、定期的に顔出す限定って何体かいるんですよね。俺、ギルティ結構そっち側だと思ってて、もうすでにこいつ、天魔試練の魔6だったりとか、まあ、数々のクエストで活躍を見せてて、で、ママゴアシでも 最強格でしょ。まあ、ほぼ一番強いと言っていいぐらい。強いでしょ。でそこにやっぱポーン入ってきてるのにもかかわらずまだハマりますみたいなのはギルティなら許されるかなと俺は思っているんですよ。うん、
で、まあ、こいつに関しても重力転送原則プラス渾身でアタッカーにもなれますし、加速とパワーアップ防御力アップまであるのでめちゃくちゃ強い可能性ございます。はい、ただねやっぱり高難易度で使うった時ギルティー毎回思うんですけれども、動かないがねやっぱり弱く感じるところがすごい多い。この SS 自体に罪はなくてめっちゃ強い SS ではあるものの、やっぱね動かないって大きな弱点なんですよ。うん、でそのターン回復しながら弱点ロスするとか、回復しながら弱点効果アップするとかのやつの方がまだ強く感じますね。はい、動かないけど弱点ロスと効果アップ両方やってくれるっていう SS になってますので、ここはまあ使い方次第になってくると思うけど、ちょっと弱点になることの方が多いかなって思う。うん、ただやっぱサポート力、殴り力ピカイチなもの持ってますんで、うん、ここ魔法陣落としでも入れてもいいかなって考えるレベルだと思いますね。はい、でシーター、はい、シーターも回復円持ってんすよ。はい、回復円持ってまして、まあ、アクセラレータ状態だったり加速壁だったりとか、まあ、そのサポートの面にもすごい特化しているキャラクターになりますので、今言ったキミックでハマるんであれば、まあ、文句なく強い組にも入ってくる可能性はありますよねと。はい、ただ捨てがちょっと低いんですよね、超バラだけどね。殴りとかよりサポートの方で、入るとしたら活躍する系になると思いますね。まあ、SS は壊れてますから、これ五右衛門遠征ですね。はい、で一応アナスとかもいるんですけど、うん、アナスに関してはちょっとね、うん、このコネクトを満たしてまで、うん、高難易度で使いたいかって言われるとさすがにちょっときついと思うんで、まあそういうキャラではないんでね、アナスタシアね。はい、これが2つ目の軸でございますと。ここもあってもおかしく俺はないと思っているんですが、まあタローマティ軸なので、そのタローマティが新イベで登場しているっていうところに軸を置いて考えてるから、他の要素結構無視しちゃってて、デメリットっていうか不安要素としては、うん、やっぱそのアジテーターがそのまま霊絶が霊絶にはまるみたいな本当に直でなってくるのかっていうちょっと不安があるのと、一応まあ俺あんま未開はカウントしないんですよね。未開ってあんまりその適性をもらったここで終わりみたいなやつ中にはいますけど、うん、オリビエとかそうだよね。はい、とかいますけど、そのオリビエのクエスト、まさに今言ったメンツ結構はまってるんですよ。てかそこのために作られたと言ってもいいぐらいなんですよ、タローマティってワンちゃんね。はい、なんで、まあ、1回2回でその高難易度のところで出ちゃってるから、まあ、出ないっていうのがちょっと不安なところでもある。しかもそれがね51とかだったら分かるけど、結構新しめの階層のところになってくるんで、まあ、結構最近のところでハマったよねみたいな印象があるまま直近のアレスターにハマるってことになっちゃうんで、そこはどうなるか分かんないですけど、まああってもおかしくないかなと思ってますね。うん、なんかオーデンタとかがねバンバンバンってハマった時とかももうふんげー連続、え、またお前みたいななったと思うんだよね当時。はい、なんでまあああいう感じでまたポンポンポンとハマってきてもおかしくはないと思うから、うん、全然いいと思いますね。はい、なんでここハマってくるのは嬉しいですね。はい、では最後、はい、最後なんですが、行く前にですね一個話さなきゃいけない。軸いません。はい、まあ軸いるんですよ、いるんですけど今実装されてません。俺実装されてないキャラを軸にします、これから。はい、実装されてないキャラ、名前は分かりませんが、こちら鳥獣神祭限定のキャラ。はい、これはね、23日モンストニュースで発表され、24もしくは25日から俺はガチャがスタートする鳥獣神祭でございますと。まあワンチャンねコラボとも言われているんですけれども、俺はコラボじゃなくて普通に鳥獣神祭限定が来ると思っていて、でその鳥獣神祭限定のキャラが、まあね鳥獣の周期的に次水なんですよ。ネオ以降水の鳥獣限定ってないんで、水が多分来ると思っています。2年ぶり鳥獣、はい、なので、まあ、水属性がポーンと実装されます。そいつがハマります。これが一番綺麗なんじゃないかな。うーん、これが一番綺麗だと思いますと。うん、で、まあ、そっからどんどん分解してじゃあ水の限定が出てくるって考えた時に、今鳥獣で水属性っていうとハレルヤネオだよね。うん、だからハレルヤネオと同じアビリティになるってことはちょっと可能性として低いかなと思ってるんですよ。ハレルヤ重力ダメオ原則で、ネオが、貫通の方が、地雷ワープ、原則転送ですよね。で反射の方のネオが、原則魔法陣になってくるんですよ。はい、ってなると、まあ、その辺を全部避けるってところで、仮にこの水属性の限定がそのままハマるんであれば、割とアタッカー寄りの性能になることが多いんですよね。まあさ、大体そうです。その適性を取るキャラって、まあ、友情キャラってよりはアタッカーのキャラになることが多いので、まあ、今現環境で水属性のアタッカーとして強いと言われているミロク、あとシャルルマーニュ、あとはコウとかの部分もちょっとアビリティとして避けがちかなと。ドンピシャ一緒になったりすることはないかなっていうのまで読んで、はい、ハレルやネオにあんまり被らないアタッカーであるミロク、コウ、シャルルマーニュを避けたような性能で予想すると、一番怪しいかなと思ったのはここでございます。ジロイブロック魔法陣、こちら、はい、ここでございます。
うん、ここに限定がポーン1体入ってきて、戦うことが求められるっていうクエストを予想しておりますと。はい、これなんでかっていうと、まあ言えば鳥獣神祭のやつじゃないところを軸にするんであればこいつ、まあこれ俺が好きなだけなんですけどね、モンストシャトルフルアクセル、こいつ強すぎ、工場とは、うん、いやこいつほんと強いっすね、めちゃ強、うん、めちゃ強いです。で今回のギミックにもうそりゃ合ってるんですよ、うん、本当に合っているっすね。まあ、特別超バラっていうので火力側に振ってるってキャラではないんですけど、まあ超スピード型、持っておりまして、移動範囲が多いとかなったら、移動はすることができるってキャラクターですね。でこいつ、今言ったブロック魔法陣地雷全て対応していて、超アクセル持ってて、ウォールブーストでも火力が出せるってキャラなのにもかかわらず、自分でこの防御ダウンブラストってところで、敵の防御力塗り替えができたりとか、防御力自分自身普通に下げたりとかできたりするのと、サポートで加速がある。でこれ SS 触れた味方のパワーと防御力を一定期間アップ、これ防御力の方が 25% カットだと思うんですけど、これクソでかいでしょ。今回反撃が敵からの攻撃は、まあ、ほぼほぼ必ずあると思ってて、1個ぐらいは。うん。で、特にボスとかからあると思ってて。で、じゃないと死ぬ要素が相手から作れないんで、まあ、うん、多分、あると思うんですよね。だから、アジテーターみたいに自分のターンでも事故るみたいなクエストになると思うんですよ。ってなったら、この火ダメを減らすっていうのがすごい刺さる。うん。で、かつ、こいつに関してはパワーも上げてくれるし、うん、パワーと防御力が上がるっていうのが、この手のクエストで刺さらないわけがないので、まあ、ちょっと軸にしてもいいかなってぐらい強いと思う。うん、でこれに超獣限の方でメインアタッカーみたいなのが出てきて、まあ、パワー型とかでもいいですよ、最悪このシャトルと組み合わせる前提で、うん、でいいから、まあなんかそれが出てくるのかなっていう予想でございますと。まあ、他にもいいね、さっき説明したSズランも一緒にこういう風にね入っていたりとか、まあ、ローレライはちょっときついとして、アリババアルファ、アリババアルファもね、これねハマった時めっちゃ強いんですよ。刺さった時の強さやばくて、これ味方全部に触れた時になんか 4. 点何倍とかですよ、4.5 倍バカかなってぐらい火力が出せるんで、まあそこもちょっと踏まえ、強いかなと。 4.5 倍にシャトルのバフ乗ってきますから、まあ仮に敵の反撃からバフがもらえるとかだったら、シャルのバフの部分って塗り替えられちゃったりするので、まあそこだったらちょっと弱いんですけれども、まあ純粋に敵からの攻撃とかになるんであれば、まあパワーアップも防御アップもめちゃくちゃ強い SS になりますので、まあここは来たらちょっと嬉しいなってところ、うん、超獣限がいてシャトル、アリババアルファとかが刺さるってところですね。はい、まああとはまあここかな。すごいよね、時間が経つのってあっという間ですよ。うん、このね五大天使一気に、過去にね、あの獣神化っていうのが発表されているんですけれども、五大天使ももうちょっとしたら、獣神化界の周期に入ってきます。恐ろしくない？うん、あの5000万台まで入ってきてるんですよ今。なんでもうこれラミエル、カマエルとかザドキエルとかあの辺がいつ獣神化回避してもまあびっくりはしないぐらいの、時期に入ってきてるんですよ。はい、だからさっき言った飛行ワープの時のノアみたいな感じで後からラミエルが突っ込んでくるってパターンも一応考えられるよねっていうところが、この考察の、最後の紐付けの部分になってきますね。まあでも今ね別に行った順で刺さりそうと思ってるわけじゃなく、で全部どれもあってもいいと思ってる。魅力軸、タローマーティー軸、鳥獣軸、全部どれあってもいいと思ってるんだけど、個人的に一番ありそうだと思ってるのは鳥獣。うん、まあ魅力でもいいけど、まあ鳥獣で一番来てほしいのは魅力、うん、ありそうだなと思ってるのは鳥獣で、来てほしいのは魅力になりますかね。うん、てかまあそうだよ、どっちかと思うけどね。さすがに魅力あのまま腐らせとくってことはないと思う。シャルルマーニュとかも結構やっぱ寝かされましたし、ただねここで寝かされちゃうとね、非属性の構内がしばらくないですから、見返もないですしね、うん、ちょっときついんでね。まあタローマーティも、タローマティか、タローマティも来たらね、タローマティ好きなんで今、ホットでいいんですけど、ちょっときついかな。はい、ただまあちょっと魅力が一番厳しいところで言うと、いざ降臨ってなった時に引けるガチャが来てるわけではないってところですよね。そこがちょっときついかなぐらい。鳥獣だったらまあ絶対と降臨日にかぶってると思うんで、この降臨日にかぶって、今でも引けるよみたいな、鳥獣限引けるよって勝ちたいから引いてよっていうあのクソみたいなパターンねできるし、タローマティも、来てますからね、新ガチャが。はい、新ガチャが来てますから、いつも引けるよって考えると、ガチャ方面から考えると2番目か3番目が熱いですけど、キャラ方面で考えるとやっぱ魅力が来てほしいなと思いますね。はい、ただまあね、全部のねあのアビリティのところをチェックして、こいつ怪しいこいつ怪しいみたいにやってったわけではないので、まあ、他の組み合わせってところでもいっぱい怪しいところってのはあると思うんですよ。はい、なので皆さんもねぜひ自分が予想してよっていうね
ギミックの部分とかあったりしましたら、ぜひぜひコメント欄で教えていただければなと思います。教えていただければなと思いますっていうか、この動画出てる時にはもうギミック発表されてる可能性もあるから、なんとも言えないところではあるんですけど、まあぜひぜひね、雑談とかしていっていただければなと思います。よろしくお願いいたします。ということで最後にね、よかったらチャンネル登録高評価もしてていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは皆様、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、ありがとうございました。